さんの試合を見に来ました。最高のチケット、あ、荷物検査ね、岡井ベッサ、はい、チケットもらいました。あの、もうパンフレットもらいました。じゃあ中ある、すごい、ありがとうございました。さあ、そこから両チームの選手の皆さんはウォーミングアップを開始してください。あれはなんだ一体、あれは大阪はこれだ、なんだあれは。応援の練習。23で、ダブルスコアです。ワンサイドゲーム、大阪強い。みんな細いね。すごい練習してんだろうな。チアリーダー2本1、おー、あと1点、2発目、ワンポーション、あれファールでシュートを決めた日本リフト、うわー、ディフェンス、ディフェンス、決めろ決めろ決めろ、よっしゃ、さあもう一発もう一発、ワンポーション、おお、ナイス、さあディフェンスディフェンスディフェンス、これはよさこい、これは広島の応援なのかな。
戻れ。なんか薄着になった。あ、終わり。あ、終わりだ。終わり。はい。1分切った。9点かかってる。あ、戻れ。スリーポイント打たせんな。ほら、スリーポイント打ってくれたよ。拾え。よし。残り30秒切った。戻れ。さあ、ゆっくり行けば、もう勝ち。おー、入れた。よし、もう確実。さあ、いよいよ、終わるとこですね。守らなくても勝ちだよね。さあ、スリーポイントだ。よし、もう、よし、インターセプト、打て、あー、ダンクだ。あと 2.5 秒。よし、勝ち。81対67。14。ユニフォーム巾着990円。で、ここ木下選手ね。これいいね、これ巾着。さあ、帰ろう。来たね、すごいよ、うん、あーね、はい、あ、この飯尾選手なかなかね、人気あるね、はい、あ、木下選手身長は私とあまり変わんないんだな、うん、これ外人でけえな、外人でかいよ、ね、